どうもこんばんは、平井博明です。今回の動画はですね、 YouTube のコメント欄の方にすごく僕ヒールでセットアップしてるんで、それなんでですかっていうご質問がいただきまして、すごくいいご質問だと思うんです。僕は見ていただけてるなって思ったんで、もうすごいありがたいなと思って、それについての動画をですね撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。これいくつか理由があってですね、要はその方がおっしゃってるのは、僕こうやってまっすぐ構えるんですけど、普通の方はこうやって構えるんですよ。普通の方は多分この位置で構えてると思うんですけど、僕はここで構えるんですよ。でこれなんでかっていうことが気になって言ってくださったんですけど、まず理由として飛距離が出ないんで飛距離を出したい、要は外周を大きくしたいんですよ。遠心力をより多く使いたいのと、ドローヒッターなんで球を捕まえたいんで、こうやってあげてこうやって下ろしたいんですよ。少しシャフト1本分ぐらいなんて偉そうに言っちゃってそう、要はこっちに外に上げて、こっちに上げて、ちょっとインサイドから下ろしてきて、ドローを打ちやすくしたいんでヒールでセットアップしてるんですよ。あとは僕の小学校からの師匠で草壁正治さんってレギュラー17勝かしてるプロがいるんですけど、その方がこうやってあげるんですよ、外に。なんでそれの真似してんのかな、多分。そう、ああやってやったらうまく打てるんだって小学校の時思って多分そうやってやったと思うんですけど、そうだから、で草壁さんもこうやってループするんですよ。こうやってループして打つんで、多分その名残もあるんですよ、いろいろと。なんでそういった理由が重なってこういうセットアップの仕方になってるんですよ。もちろんいい悪いは全くないですよ、癖なんで、ただので、こう構えて、でこうまっすぐ芯に、フェースの芯にこうやってボール合わせると、僕上がんないんですよ。なんか上がんないっていうか、上げづらい、きっかけがないんで。ちょっとダフっちゃいましたけど、そう、なんか気持ち悪いんですよ。イメージが湧かないのかなんか分かんないですけど、なんかこうやってあげたいんですよね、遠くに、遠く遠くにスイングを大きくしたいっていうのがあるんで、だから多分やってるんでしょうけど、構えてる時にはぼやーっとしか見て、あ、これいいの出ました。よくボールを凝視する人いるんですけど、あれはやんない方がいいですよ。ボールってボールだけ見ちゃダメです。この辺になんとなく視点を合わせてボールがあるなぐらいでいいです。ギューってボールを見ちゃうのはあんま良くないんで、なんとなくその辺あたりを見てるぐらいの方がいいですね、うん、これポイントかもしれないです。急に出てきました、今、ごめんなさいね。でなんとなくこの辺見て打ってるんで、こうやってなってるっていう認識はないんですよ。そう、だから言われてみたら確かにこうやってなってますけど、その上がる瞬間っていうのは、あー、ずれたずれたずれたとは思ってないというか、ずれたことも知らない、知らないというか気にしてないので、全く分かんない、無意識なんでしょうね。そう、そうなんですよ。でもそうなった理由っていうのは絶対あるんですよ。で今最初に言った理由が、まあ、全てなんですけど、そう、スイングアークを大きくしたい、ドローを打ちたいっていうのがあるんで、それがポイントっていうかきっかけですよね。そうなった、そういう癖って抜けないっていうか変わらないんですよ。要はノーマルじゃないですよね、変則なんで。そう、変則なものってなかなか変わらないんで、いいなとは思ってます、自分で。別にそれのおかげでミスショットが出るわけでもないって僕は思ってるんで。そう、だからきっちり真ん中の方がこっちに上がったとかこっちに上がったとかが分かりやすくなっちゃって、気になる性格の方だと気にしちゃうと思うんですよ。なのでそれも僕嫌なんで、もう別にいいじゃん、なんとなくこうやって上がってりゃいいじゃんっていう感じで上げてるだけなんで、あんまりブレも気にならないですし、毎回違うトップだったとしてもインパクトへのタイミングと時間が合ってれば何にも気にしないんで。ドライバーなんか結構目立つんですよ、ヘッドが大きい分こうやって構えてこうやってあげるんで。だから今は意識してるんで、あ、確かにずれてるなと思うんですけど、
こうやって上げちゃうんですよね。そうだからなんかね、打つときはねこうやって上がっちゃうな。そうだ、ヘッド1個分ぐらいは多分ずれてる。そうでも実際今も打つときになったら打つことに集中してるんで、なんとなくヘッド1個分ずれたかもしんない、今そのことについて動画撮ってるかもしんないっていう感じでした。そうそうそう、だから多分本当にコースで打つときは意識してないし、もうそんなとこ多分見てない。こう本当にこのボールの前後50センチぐらいをこうずっとこの辺だけをバーってなんとなく見て、ボールはまだ打ってないからあるぐらいの感じでしか見てないですね。強いて言うんだったら一軸の人はボールじっと見せてもいいかもしれないけど、ちょっとこう揺さぶったりする人はぼやっと見てもいいかもしれないね。うん、でもまああんまりこうボールだけ見ない方がいいかもしれない、体止まるんで。こうやってだからぼやっと見てるとこうやってなんとなく流れられるんだけど、一点集中すると止まるから、こうやって動きがね。そうだからあんまり一つのものだけ集中して見ない方がいい、それポイントかな。だからどっちかというと頭残さないでくださいっていうタイプだから、やる方も言ってる方もね。そうだからあんまりその辺は関係ないんじゃないかなっていう感じはするけどね。大体そういうのはあれなんだね、野球と逆行するんだねかもしれない。ボールは1点、いや1点っていうかその見ないと打てないじゃん、動いてるから。ああなるほどね、確かに。だから絶対にボール見てろって言うし、はい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 、手打ちすんなって言うんでしょ。そうだね、でボール見てなきゃいけないから、頭も絶対にこのどっか行っちゃいけないし。ああ全部さ、なるほどね。でもゴルフって頭残さないで手打ちでボール見ない方がいいんでしょ、じゃあ。うん、でも極端に聞こえますよね。でも僕は極端には聞こえないんですよ、その通りだなと思っちゃう。そうまあまあその通りだなっていう部分と不思議だなっていう部分あるんですけど、まあ今登録の言ってもらった通りだと思うんです僕は。大げさに言うとそういうことだよ。そうそうそういうこと。そう、もうそれでいいんだよね、なんかなんとなく全然いい。今みたいに言うと悪く聞こえちゃう。うん、確かに確かに確かに、でも実際はそう、うん、頭残す一つにしても、もちろんやりすぎもいけないしね、こんな上がっちゃうのはあんまり良くないと思うけど、ナイスショットが出るためだったら俺は何やってもいいと思う。本当、うん、頭残しすぎたりボールを見すぎたりすると動きが止まる動作がちょっとでも入るんだよね。だそれだけちょっと気をつけてもらえればいいかなと思うけどね。あんまり、うん、でも関係ないかな、そこまで意識しなくていいですっていう感じ。うん、無理にね、できないことはやらない方がいい、うん、の方がいいかな。だから本当 ありがたいことに最近コメントだったりリクエストが多くなってきました。本当に嬉しく思ってます。で例えば見てくれてる場所がですね、こういう風にちょっとした仕草が気になりますとかってコメントってすごい嬉しいんですよ。そういうところまで見ていただけてるなっていう気はするんで、そういうのがですね、もしちょっとでも気になったらぜひコメント欄の方にコメントしていただければと思います。右手のグリップがなんか普通よりちょっと上から握ってませんかとかですね、そういうのなかったですか。はい、聞いてほしいのって。いや俺ね動画最近見るときに、うん、右手のグリップ ずいぶん上から握ってんな、でも、うん、そうあの理由があるからなって思ってるから構えてたの。構えてたんだけどそう別にいいんだけどね、大した理由じゃないから、うん、そうだけどなんかそういったものとか、うん、あのアプローチの時はすごい猫背ですねとか、あそうショットの時はすごいこうやって背筋張るのに、アプローチの時俺猫背なのに、そうだからその理由は何ですかとか俺の話しかいいんだ、俺の話は。そうなんかご自身のなんていうの、悩んでるネタとか気になってることがあったらコメント欄とかですね、公式 LINE の方にコメントいただければ、あの何かしらお返しさせていただきますので、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いいたします。で今回はですね、なんでそんなにヒールにセットアップするのっていう動画を撮っていきました。本当にコメントありがとうございます。あの気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。